大きな拍手お願いします。どうぞよろしくお願いします。待ってたよ。伝えたくて伝わらなくて、今あなたの夢を追いかけてゆく。伝えたくて伝わらなくて、今果てしない想い。
声を大きくしてほしいです。お願いします。はい、草薙横丁ニューイヤーフェスお越しの皆さん、明けましておめでとうございます。はい、ありがとうございます。このライブに集まってくださった皆様も、そして熱田神宮にきっとね初詣に行かれて、そしてお立ち寄りくださった皆様も本当にありがとうございます。シンガーソングライターのウーパーリサと申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、皆様、やっぱり2020年新年を迎えたわけで、とってもとても輝かしい笑顔をされておりますね。はい、すごい、やっぱり新年って本当にね、すごい心がきらびやかになってくると思います。はい、皆さんのこうして見てくださる人の心にもっともっと歌で気持ちを癒せたらいいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは次の曲もオリジナル曲で、こうして見てくださる皆さんに感謝の気持ちを込めてお届けしたいと思います。オリジナル曲 You という曲聴いてください。目を閉じてその先に見える世界、真っ白で優しい君の姿だった。素敵な夢を与えてくれたんだ。明日の光へ共に歩いて涙の日もあった、諦めそうな日もあった、でもすぐに君は最高の言葉をくれたんだ。どんな時も一人じゃないそばに。
存在強くなっていくから、ずっとこの気持ち忘れない、 I care for you。ございます。寒い中お集まりいただきまして本当にありがとうございます。改めましてシンガーソングライターのカタカナでウーパーリサと申します。はい、通りすがりに見てくださった方や最初から見てくださる方、本当にありがとうございます。あと2曲ほどお届けいたしますが、お時間許す限りぜひ見ていただけると嬉しいです。次の曲なんですけれども、もしよろしければ今日こうして見てくださってる皆さんと楽しく一緒に振り付けをしたいって思ってこの曲を持ってきました。先ほどMC の方にも紹介していただきましたが、私の名前の由来はウーパールーパーから来ててですね、次の曲がよかったらそんなウーパールーパーに関連する楽しいそんな曲になっておりますので、よかったらぜひ今から振り付けを練習したいと思います。それでは皆さん、手を拳を力よくうーってやってください。うーって、あ、そんな感じです。皆さん上手です。ありがとうございます。そしたらその手をパーッと突き出します。あ、上手です。ありがとうございます。そしたらこの手をぐる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 と回します。素敵です。いい感じです。そしたら右左右左、これの繰り返しがサビのところで出てきますので、ぜひよろしければやってほしいです。サビだけじゃなくてですね、 B メロのところもプカ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 こうやって手を前にやったりとか、リズムよく手拍子するところが出てきますので、よかったら私の真似っこをしてぜひ一緒に、大人の方も可愛いちびっこちゃんもみんなできる曲なので、ぜひやってみてください。それでは聴いてください。 My Sweet Honey。 皆様改めまして明けましておめでとうございます。それでは最初に力うってやってパーってやつをやります。せーの、ウーパールーパー。ありがとうございます。上手です。もう一回いきますよ。せーの、ウーパールーパー。ありがとうございます。出会ったその時からまるで夢を見てるみたいな、その愛らしい姿、太陽みたいな雲にどんどん引き寄せられていく、癒されてゆくの。手を前にふかふか浮かんで、何を考えてるの、変わらない笑顔を見てて思うの。せーの、ウーパールーパー。君の心でぐる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 横に花を咲かそう、優しい桃色。せーの、ウーパールーパー。つぶれぬ瞳でいいよ、僕は決めたんだ、ずっと守っていくから、ウーパールーパー。ありがとうございます。それではもう一回、せーの、ウーパールーパー。ありがとうございます。それでは2番もいっちゃいましょう。おいしそうに食べる君、なんだか豪華気でおかしくて夢中になるでしょう。壁にぶつかるたびに心配して見つめちゃう僕を、分かっているのかな。手を前に、誰が
そうそう、ウーパールーパーへんてこな振り付けやってくれてありがとうございます。それでは皆さんのお声も聞きたいと思います。草薙横丁ライブ楽しんでいますか？ありがとうございます。それではその元気を振り付けに込めていきましょう。せーの、ぷかぷか浮かんで何を見てるのかな、あどけない笑顔を見てて思うの。小さくウーパールーパー僕にはいてよ、まぶしい、ありがとうございます。辛い時とかきっとあるでしょう。せーの、ウーパールーパー頼ってくれればいいよ、僕は決めたんだずっと。一緒にできてとっても嬉しいです。ありがとうございます。はい、あお姉さんもお姉様も本当にありがとうございます。お兄様たちも本当にありがとうございます。ウーパーリサはですね、名古屋を中心に関西や関東に活動を広げておりますシンガーソングライターです。次のライブがですね、あさってのアスナル金山でライブがありますので、もしよろしければアスナル金山にもね、多分ここから近いと思われますので来ていただけるととっても嬉しいです。あとはウーパーリサってカタカナで検索していただくとホームページとかツイッターとかが出てきますので、もし初めて見るよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひ調べていただいて、またライブで、ね、こうして出会えるととてもとても嬉しいです。ありがとうございます。それでは次が最後の曲になりましたが、最後の曲はですね、皆さんちなみに聞きたいんですけれども、アナと雪の女王2見たよっていう方手挙げてください。誰もいないんですか？本当ですか？あ、いらっしゃいました。よかった、ありがとうございます。ちょっとステージ前の方誰も見てないというね、代表的なアナと雪の女王、ぜひ私この前見たんですけれども、すごくすごく良かったので、ぜひよかったら見てほしいです。はい、アナと雪の女王2を見てまいりまして、とってもとっても素晴らしくて感動しまして、アナと雪の女王の1だとありのままのっていう歌が有名なんですけれども、2も同じところにね、新しい歌がありますので、その歌を今から歌わせていただきたいと思います。でも皆さん、ここの前の皆さん全見てないから全く知らない曲ですよね。はい、でも心を込めて歌わせていただきます。それでは聴いてください。イントゥージアンの、あ、ごめんなさい。それではもう一回いきます。アナと雪の女王2のイントゥージアンの心のままに。イトゥディアナ、イトゥディアナ、イトゥディアナ、聞こえてる、でも無駄よ、目を覚ませ、起きろと
どこかで呼ぶ謎めいた声、虫をすれば消えてゆくのか。どうかしてるわ、空に身をきっと騙されるはずがない、聞く気はないわ。愛する人たちはここにいるの、危険を犯すこと二度としないわ。冒険にはもううんざりしてる、それでもあの声は求めてる、道の旅へ踏み出せと、道の旅へ。どうして呼び続けてるの、あなたは私にいた誰かなの。本当はここにいてはいけないと見つけに来いというのね。みんなと違うと感じてきたの、だから心が望むの、道の旅へ